マイアミシークアリウムは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミデード郡、ビスケーン湾にあり、マイアミの中心部に近いバージニアキー島に位置する、面積15ヘクタールの海洋水族館がある、公園である。東水族館は1955年に創設されて、おり、アメリカ合衆国における最古の海洋水族館で、ある。マイアミシークアリウムでは、海洋哺乳動物に加えて、魚、 サメ、ウミガメ、鳥、爬虫類お類及びマナティーを収容している。投稿園では毎日のプレゼンテーションや主催者の夜通しキャンプ、ボーイスカウトのためのイベント及びグループプログラムを提供している。投稿園内の施設には毎年50万人以上の人々が訪れている。投稿園では約225人の従業員が働いており、そのリース料金及び税金は マイアミデイド軍で3番目に大きな収入源の一員となっている。東公園はフレッド・ディ・コポック及びキャプテン・ W ・ B ・グレイによって創設され、南フロリダにおける2番目の海洋生物アトラクションであった。東公園が1955年に開園した当時、世界最大の海洋生物アトラクションであった。九百六十年代に放映されたアメリカテレビ番組。 フリッパーの全88話及びフリッパー主演映画の日本は1963年から1967年を通してマイアミシークアリウムで撮影された。マイアミシークアリウムのアトラクションの一つはロリータであり世界で最古の捕獲オルカである。彼女は現在東公園唯一のオルカである。ロリータは1970年にマイアミシークアリウムに到着し、 そこで彼女は1980年3月に死んだ、東高円発のオルカであるヒューゴと一緒になった。2014年1月24日に、ワシントン州及びカナダブリティッシュコロンビア州近海に住んでいる、絶滅の危機に貧する種の保存に関する法律で、一覧化されたオルカの南部居住総数の一部に、ロリータが含まれていなかった例外を排除するために、 国立海洋漁業局が餌の改正を提案した。2013年にそのような行動を NMFS に提案した活動家はこれが最終的な放流であり、彼女の母親オルカがいると思われる、彼女の将軍との再会に至るかもしれないと期待している。ありがとうございます。